この動画を見てくださっている皆さん、はじめまして。この度村田智美役を務めさせていただきます、スターシャインプロモーションの中田夏実です。今回の役は女子大生の役で、自分の年齢とそのままの年になっているので、しっかりと女子大生らしさを出せるように楽しんで頑張りたいなと思います。少しでも気になったら見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、中野優衣です。この度ホスト上月悟を演じることになりました。キャスティングしていただき誠にありがとうございます。ホストというのはいろいろこう引き出しがある分、いろいろ研究をしていく役かなと自分なりに考えているので、役作り一生懸命頑張っていきたいと思います。出演者の皆さんとスタッフの皆さんといい作品になるよう頑張って撮っていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。こんにちは、葵役を演じさせていただく丹治子姫です。フルート奏者の魔術師という役をやらさせていただきます。今回私はこういったものに出演するのが初めてなので、すごく緊張しているんですけど、みんなに負けないようにいい作品にできるように頑張っていきたいと思います。皆さんぜひ見てください。 YouTube をご覧の皆様、はじめまして。勝間千代役の福井理央です。勝間千代はホストクラブの客ということで、このドラマのタイトルにもなっている絆にどう関わってくるのかっていうのもみんなこれかなと思います。あと個人的にはこのドラマとは別にずっと稽古をしてきた舞台の方で真面目な男の子役をやっているので、180度違う役柄となっております。頑張ってドンペリ入れちゃう系のパリピ女子になりたいと思います。それでは本編をお楽しみに。はい、皆様はじめまして。この度 YouTube ドラマ「絆」にムササビ役として出演させていただきます、スターシャインプロモーション所属綾川翔です。こんにちは。はい、今回のドラマはですね、主人公の深い兄弟愛をテーマにした作品でございますので、心温まる作品ができるのではないのかなと思います。我々の講師大輝先生を中心に、今このような時期でございますので、少しでも皆様にご自宅で楽しんでいただけるような、そのような作品を作っていけるよう役者一同頑張ってまいります。僕自身も YouTube ドラマを撮るのが初めてで、緊張している反面ワクワクしておりますので、一生懸命自分の力を出し切り撮影に挑みたいと思いますので、皆様ぜひドラマご覧ください。よろしくお願いいたします。それではドラマでお会いいたしましょう。はじめまして、山田彩の妹、山田麻也子役をさせていただきます、仙藤すみれです。よろしくお願いします。現在コロナウイルスの影響で家から出られないことも多々ありますが、これを機にこの YouTube ドラマ「絆」を見てくださると嬉しいです。私は今回女子高校生の役なので、思いっきり JK を楽しみたいと思います。皆さんもよければ配信された時全話見てくださいね。ではお楽しみに。どうも YouTube ドラマ「絆」で内田誠役を演じさせていただきます、石川拓磨です。まだまだ役者としての経験は浅いですが、この大変な世の中でも我々一丸となって皆様に最高の作品をお届けできるように、そしてご覧いただいた方々皆様に笑顔にできるように尽力いたします。ドラマをぜひご覧ください。吉川美奈役のつぐみです。今回初めてドラマの役をもらったので、一生懸命頑張りたいと思います。まだ台本をもらっていないので、どんな雰囲気の役なのかわからないんですけど、今からどんな役なのかが楽しみです。よければ皆さんも楽しみに待っていてください。それでは。どうもはじめまして、スターシャインプロモーション所属の古井敦です。で、ドラマの方なんですけども、タイトル「絆」というもので、今回一役ですね、させていただけるということで、ご参加します。やるからには精一杯努力といいますか、しっかり精一杯進めさせていただいて、皆さん楽しませたらなと強く思っております。で、特に何かあるわけじゃないんですけど、まあ、作品の方で僕の演技とかですね、その他あと作品自体もね、お話だけは若干知ってるんで、すごい面白いなと思いますので見ていただけたらなと思います。それでは作品でお会いしましょう。さよなら。皆さんこんにちは。 YouTube 連続ドラマ「絆」に出演させていただきます。風花役の藤田優子です。そうですね、私がさせていただく役がですね、元総長という役をさせていただくんですが、すごくアクロバティックな役で、私自身もですね、そういった組手というんですかね、やり合うようなシーンをしたことがないので、楽しみながらしっかりできていけたらなと思っております。なのでですね、皆様もそういった面も見ていただきながら楽しんでくれたらなと思うので、是非よかったら見てみてくださいですね。このドラマ自身もですね、すごく家族の絆とか描いているので、もし心に響いたらなと思います。私の役もですね、突っ張ることは何なのかというのをしっかり表現していけたらなと思います。私の自慢の愛車もアメリカンも出るので、よかったらそこも注目しながら楽しんで見てみてください。それではさようなら。